皆さんこんにちは。さあお久しぶりですね。今回はね、ちょっと車載でもやりながら、ドライブしていきましょうか。さあ今日ここはですね、まあ、稚内市は栄町といったところで、稚内の中では結構郊外に当たるのかな、郊外なんですが、まあ、ここにね、ちょっとこれ見切れてるかどうかわかんないですけど、ホーマックがあったり、ツルハとかね、あとシティっていう、これ札幌かどっかが本社のスーパーなのかな、はい、そういった大型のね、お店があったりして、割とね、稚内の中では、まあ、商業施設とか、そういったのが数多くある場所です。まあ、なんでね、買い物とかする人はだいたいこの辺で、まあ、みんな買い物するのかな。まあ、そのおかげでね、街全体もやっぱちっちゃいですから、結構ね、この辺走ったりとか買い物したりすると、まあ、だいたいね知り合いと会っちゃうんですよね。まあそれはそれで、はい、いいんですけどもね。でこのまんまね、朝日っていうのかな、稚内市は朝日ってところまっすぐ走っていきましょう。まあ、このままなんか走っていくのもなんなんでね、少しまあお話でもしながらやっていきましょうか。まあ、今日のねちょっとお話なんですが、まあ、いわゆるねその YouTube のちょっと話なんですが、まあ、YouTube とね企業案件ってやつですね。はい、うちのチャンネルもね早、数年経ちましてね、まあ、ありがたいことにねいろんなメーカーの、ところから、まあ、お声掛けいただいてね、商品の提供とかね、そういったちょっと PV 作ってっていうねお話もいただいたりして、ありがたくねやらせて、まあ、もらってるんですが、そういったね、メーカーのところって大体海外なんですよね。ほぼほぼ中国の会社なのかな、うん、まあ海外のメーカーなんでやり取りはね基本的に英語だったりするんですが、たまにねその大きい会社さんだったりするとすごい日本語がね、できるスタッフの方をね、そういった部署っていうんですかね、そこに配置していて、で結構日本語でやり取りすることもまあまああります。でそういった時に基本的にやり取りっていうのはまあメールだったりとか、あとまあツイッターとかもまあちょっとあるのかな、でも基本的にまあメールですよね。メールでのやり取りになるんですよね。でそういったねメールのその文章の書き方ってこのね、皆さんどうしてます？実はこれ僕もね結構よくわからないところがありまして、その結構日本の会社とかだったらあるじゃないですか、その文書の書き方からこう始まりから終わりまでね、いつもお世話になっておりますなんとかなんとかですみたいな、でそのお忙しいところなんとかではありますがよろしくお願いします的なこう定型文的なのあるじゃないですか、ビジネスメールって。でも海外のねなんかメーカーの人とかとこう何年もやってるとね、なんかあんまりその辺が向こうの人はどうでもいいっていうか、まあ、そんなこといいから早くがねその本題入れやみたいな、すごいストレートでやっぱ物言いをね、まあ、海外のメーカーの人って好むんでしょうかね、うん。まあ、僕もちょっとまだその辺なんか不勉強な部分が結構あって、その文化的な背景とかもあると思うんですけど、結構ねその苦戦するんですよね。あれこういうかこういう書き方でいいのかなとか、こういう言い回しでいいのかなっていうことでね結構悩みますね。まあ英語だったりすればそこまでこう悩むことはまあまあないんですけど、すごいその日本語が流暢なね方がそのスタッフにいたりすると、でやっぱ日本式のそのビジネスメールの方がいいのかなとか、でもたまにそういったので送るとその向こうの人がそのなんていうんですか、独特の言い回し、日本語的な言い回しっていうのが分かんなくて、それどういう意味ですかってことを結構聞かれたりして、ね、でそれで結局メール送ったり、ね、来たりして2度出間3度出間なっちゃうんで、まあね、そういうことがないように一応やってるんですけども、やっぱりねその海外のメーカーの方とやり取りするときっていうのはかなりねストレートな物言いがねやっぱ好まれる傾向にありますね。はい、でそれってねそのリアルな、まあ、僕の今のねこのリアルな生活とはねもう本当に相反するものなんですよ。まあ、例えばその、まあ、うちの会社こういう製品出す予定あるんだけどこれどうレビューしてみないってその言われたとするじゃないですか。まあ、そこで、まあ、僕はできますよ、はいね、今までこういうことやってきましたからとかっていうふうに何かこう、ね、自信満々に言うっていうのが結構その、まあ、僕のねそのリアルな生活ではかなりはばかられるというか嫌われるんですよね。もうそこは謙虚に下手に、ね、いやいやそんな僕なんか全然っていうふうなまずやり方じゃないとすごい、ね、嫌われるっていうか、なんかこいつうぜえなっていうふうに、ね、結構思われることがあるんですよ。でもそういった
海外とのそのメーカーとのやり取りの時にはもうそこは自信を持ってね、あ、今まで僕こういうレビューやってきたんできっとこういうのもできますって、まあ、きっとじゃダメだね、はい、できますっていう風にはっきり言った方がやっぱすごく、あ、じゃあこれ任せるわっていう風にしてね、あのね、話が結構すぐ進んだりすることがあるので、結構そのなんだろう、アンビバレントなそのなんていうんですかね、あの ネットとリアルの行き来っていうのがね、最近結構ね、あの悩ましいというか難しいなって思うことがね、はい、あります。皆さんのね、その生活とかでも似たようなところあると思うんですよね。そのネットの中っていうか、そのオンライン上でのやり取りっていうのは、まあ、割とこうガンガンストレートにね、あの言うけど、まあ、実社会の方ではいやいやそんなっていう風にね、ちょっとこうね、謙虚に下手にっていうね、あのやり方の方がいいってね、僕は結構そんな感じがするんですよね。さあさあ、車の方はですね、稚内市はこれ声に問いと書いて声問村っていうのかな、を走っています。まあ、この辺はね、風力発電、施設がたくさんあるところで、すごい眺めも良くてね、まあ、ちょっとこのオゾンポケットじゃ見切れちゃってますけど、右の方には大沼っていうね、大きい沼があって、この前、公園っていうか、のふれあいなんちゃら公園っていうところ行って、まあ、これ動画撮ったんですけど、それもね、この近くにあったりします。あとこの奥にね、ちょっと行けばもうあと稚内空港があるのかな、うん、日本で一番北にある、まあ、空港なんですけども、ちょっと今の時期はですね、コロナウイルスの影響で飛行機の需要がなくて、東京行きの飛行機が確か今1本もないんですよね。で、新千歳とかも北海道内の便も確か1日1便しかなくて、あ、なんかこれ大丈夫なのかなってね、少しね不安になりますよね。お、そしてなんか行ってるうちに、あそこ野球場ですかね、はい、こんな風にライトで、ナイターのライトついてるの初めて見た。へえ、結構明るいですよね。まあ、この時間ね、普通僕はま通ることないんで、ね、なんかちょっと斬新っていうか、うん、すごい新鮮ですね。さあ、で、まあ、さっきのね、話の続きなんですけども、まあ、これからね、YouTube とか、まあ、もう YouTube は始めていて、で、ね、もうこれからメーカーさんの方からね、そのメールとか来る方とか多分ね結構いらっしゃると思うんで、まあそういう時にはですね、まあなんていうか、謙虚になれっていうわけじゃないですね。そのなんだろう、いや僕なんか全然って言わずに、ぜひね皆さんもね、いや僕今までこういった製品買ってきたんで詳しいですとかね、はい、このレビューやりますとかってね、まあ、やりたい時ははっきりとね、やっぱり言った方がいいと思います。うん、ね、なかなかこれがね難しいですよね。今までずっと、ね、そういったその、まあ、僕もそうなんですけど、まあ、いわゆるなんだろうな、そういった社会の中で、まあ、生きてきた、まあ、今でも僕生きてますけど、うん、そういったところでいるんで、そういう場所から突然なんかこう全く、ね、今までとやり方の違う、ね、世界に行ってコミュニケーションのやり方も違うっていうのは結構難しいと思うんですよね。しかも言葉も違う、文化も違うね、もう宗教も信仰も違うっていう、まあ、そういった人たちとのやり取りっていうのはすごくね、まあ、大変かと思います。でも僕結構ね楽しかったりするんですよ。そういう全く違うその文化圏の人と、まあ、会話するのって結構僕好きなんですよね。うん、でもね、なんかね、こういう話をするとね、割と僕の周りっていうんですかね、僕の生活圏の中では結構嫌われますね。なんかこう出羽の神的な話になるんですよ。アメリカではとかってね、なんかそういう話になりがちなんですね。結構ね、これはそのなるべく自分ではしないようにね しようと、ね、いつも、はい、心にね留めておいてます。うん、別になんかこの だから日本はここはダメなんだとかって言うつもりあんまりないんですけどね。結構その受け取る側っていうのは、まあ、そうじゃなくて、やっぱりなんかそういう、いや、まあね、この辺こういうところは海外いいよねって話をすると、なんか自分の住んでるところはだからダメなんだよっていうふうに、ね、取られてしまうっていう、なんか最後にはだったらお前日本から出てけみたいな話になって、なんかこう水かけ論になってね、まあ、グダグダになって終わるっていうまあこれが結構僕の周りでよくありがちな話なんですが、うん、さあさあ、そんなことを言ってるうちにね、海岸に出てきました。今ね、右の方にこれ見えてるかな、わかんないですけど、右の方にはね自動車の教習所があって、左の方にはねこれレッドバロンのね、この、バイクのこう人たちっていうんですかね、そういった、まあ
バイカーの人たち向けの、 その宿泊施設っていうんですか、そういうのがねあるんですよね。稚内にねバイク屋さんはないけど、だからそういった宿泊のねやつは結構あったりするんですよね。さてこっからはまたひたすらまっすぐですね。多分このオズモポケットから見えるかな、空港の滑走路がねこの辺からチラって見えたりするんですけど、どうでしょうか。誘導灯とかねチラチラ結構夜になるとね光ってるんですけど、まだちょっとこの時間ね明るいから分かりにくいかな。でさっきの話に戻るんですけども、まあ、いわゆるねネットとリアルのねその違いっていうんでしょうかね、その生活してる人とか、まあ、付き合ってる人の違いっていうのがね最近すごくね顕著に出てきたところがねはいあります。だどうしても僕のその今ねリアルの、この実社会のね人たちとの付き合いっていうのは、まあ、割となんて言ったらいいんだろうな、その自分の趣味とはかなりかけ離れた人たちばっかりなんですよね。うん、なんでまあ話す内容とかそのなんて言うんでしょう、主な話題っていうんでしょうか、そういったものもねだいぶ違って、まあ、僕自身はね、まあ、おそらくこのチャンネル見てる方だったら多分はご存知でしょうけども、まあ、こういったなんだろうな YouTube が好きとかカメラが好きとかゲームとかアニメが好きっていう割とこうサブカルチャー全般が僕すごく好きなんですけども、まあ、リアルの実社会の方ではあまりそういったことを話す機会って実はほとんどないんですよね。うん、割と僕のねそうだな周りの人たちだったらやっぱりまあ飲む打つ買うっていう感じですかね、まあ、すごい古くなんかこう奥ゆかしさっていうんですかね、少しこうねレトロな感じはあるんですけども、まあ、結構まあギャンブルだったりとか、まあ、パチンコとか馬とかは割かし多いかな。あとはあの飲み屋の話っていうかこうお酒の話、酒の席とかねその、まあ、飲み屋のたわいもない話っていうのがかなりまあ多いんで、結構そのギャップがねすごいんですよね。だからその YouTube のねその活動がね充実すればねするほど、その実際のね実社会のねこの乖離っていうんでしょうかね、すごい差が出てくるんですよね。まあ例えばねほらあのうちのチャンネルとかでもねいつもこうカメラがジンバルがとかあのビデオブログがとかって話結構してますけど、全然なんか そういった話っていうのはその僕のね実社会の人たちはなんかこいつ何喋ってんのっていう風にね、まあ、言われることがね結構あります。うん、まあ、特にビデオブログとかね、これからあれじゃないですか、ソニーとかの ZV-1 でしたっけ、 あれも発売されたのかな、うん、まあ、ZV-1 ですとかなんかねそのパナソニックとかもねそのビデオブログとかの、まあ、カメラを出すって言って、まあ、結構こう、ね、ネット界隈とかではそういわゆるその Vlog がこれからブームになるんじゃないかっていうね話とか結構出てますけど、そういったのもねなかなかそのね、リアルな人たちと話す機会というのは、まあ、ほとんどないというか、まあ、全くないですねうん、だからねその YouTube の活動とかその、まあ、知ってる方は僕のねあの身の回りで僕は YouTube やってますよって方知ってる方多いんですけど、結構言われるのがねもう何喋ってるかあんた分かんないじゃん、どこの世界 の話をしてるんだいっていう風にね結構ね言われたりしますね。いやだからねなかなか難しいもんですよね。うん、そのまあ、その今自分が一番こう熱を持ってやってるそれこそ YouTube 活動とかそういったことが割とリアルとねその思いっきり接点があれば、まあ、そんなまあ難しくないっていうか、まあ、より楽しいんでしょうけども、それが全く、ね、違う世界の住人だったりするとその切り替えっていうのが結構ね、難しかったりっていうか大変だったりねしますね。さあさてさてだいぶ日も落ちてきてね、しかもなんかこれ雨かな、多分向こうはね雨か霧か、うん、どっちかな、すごくね微妙な天気になってきましたんでね。さてさてで目的地も近いんでこの辺で終わっときましょうか。今回もなんか何気ない話だったんですけども、どうだったでしょうか。ここまで見ていただきありがとうございました。この動画が皆様の何かの参考になれれば幸いです。では次回の動画でお会いしましょう。さよなら。